夢海南、あの船に乗ると海底が見えるそうです。おお、すげえ。ここに今も潮の流れがあるんですね。はい、それではこれから、すぐ近くにある市電海展示館というところに行きたいと思います。戦闘機を見に行きます。馬瀬公園というところにやってきました。この上の方の道に行くとですね、市電海展示館があるようです。まだね、10時前で結構ね、こんな感じで駐車場すっからかんなんで、多分上の方も駐車場空いてると思うんで、あっこまで車で行きたいと思います。ねえ、まあ、車1本分の道しかないので、ちょっと気をつけて行った方がいいと思います。対向車が来ないことを望みます。この狭い道を抜けてきました。1台とすれ違っただけなんで、なんとか、来れました。帰りがちょっと怖いですね。これから、来る車とかとすれ違うとなるとちょっと不安です。こんな感じで駐車場は20台ぐらいあります。でもすぐそこに、市電館の展示館があります。バス回転場があるということは、ここバスも来るのか。市電海展示館、その後ろに宇和海展望タワー。でも今臨時休業みたいです。市電海展示館、あーでもここあれね、結構見晴らし良さそうですね。先にちょっと、ここから眺めを見てみたいと思います。おお、すごいいい景色。じゃあ中に入りたいと思います。わ、すげえ。なんと入場料無料。この方々があれですかね、こう戦争で、お亡くなりになった方々でしょうか。すげえ、プロペラ機、プロペラが展示されてる。当時の松山基地の様子が再現されてます。ちょっと2階にも上がれるようなので上がってみましょう。上から市電海を見ることができます。ここで折り紙が折れるようですね。売店で買えるようです。折り紙1枚10円。ちょっと緑にしようかな。日の丸の赤にしようか。折り紙買いましたけど、マジで折り方覚えてないので、ちょっとこれ見ながら折りたいと思います。とか折れました。鶴を折るのなんても多分小学生以来ですかね。それではどうか安らかにお眠りください。かっこいいプラモデルも売られてる。ちょっとね、ただで見れるのもあれなんで、何か買っていきたいと思います。お、こ
これとかすごい。わ、すごい。これ右から読むパターンだ。復刻版だって。ちょっとクリアファイルも買おうかな。クリアファイルと佐久間式ドロップ買いました。じゃあこの後ちょっと上海展望タワーのちょっとあたりまで行ってみようと思います。なんか遺跡のような綺麗な公園になってますね。うわ、にしても上海展望タワー高いな。一応展望台の手前にもなんか臨時駐車場ができてました。上海展望タワーに到着です。案の定シャッターが閉まってて入れない状態です。残念。実はね、上海展望タワー1回来たことがあるんですけど、結構こっからでもかなりいい景色が見れます。うわ、すごっ。うわー、綺麗。さっきの景色の反対側見たいんですけど、ここちょっとシャッター閉まっててちょっと見晴らしも良くなさそうですけど、この、閉じてしまった売店の上登れそうです。今売店の上に来ましたけど、さっきの景色の反対側もなかなか眺めが良さそうです。で、ここ昔ロープウェイが通ってたみたいですね。確かなんか唯一海の上を通るロープウェイだったと思うんですけれども、ちょっと前にね、廃止になっちゃったそうです。てかすげえ綺麗。いや、あれ棚田ですかね。昔乗った時はね、あの丸い部屋みたいなもの、あれがこうゆっくりぐるぐる回りながら上の方に登っていくんですよ。なのでもう360度、見れるという非常にいいタワーだったんですけど、まあこういう世の中ですからね、残念です。やってた時はね、毎時、20分間隔で運行していたようです。で、コロナの影響でこう閉じてんのかなと思ったら、なんか耐震診断でなんかダメだったらしいですね。それで休止になっちゃったそうです。南麓子ども動物園、このタワーのすぐ下のところにこんなんありますけど、今入れるんでしょうかね。あとなんかすごいちょっと面白いものを見つけました。なんかライオンとパンダの置物があるんですけど、これ何これ、珍百景の MVP 賞で可愛くないパンダ紹介されたそうです。あ、確かに可愛くねえなこれ。全然可愛くない。すげえ顔やな。こっちにはライオンがありますけど、ライオンもまあまあ可愛くないですね。どうやらここ空いてるようです。ちょっと入ってみようと。ちょっとしっかり消毒はしとかんとね。なんと無料で入れるみたいです。いきなりフラミンゴが出てきました。こっちには鶏もいてます。あ、なんかこれあれ珍しいな。鶏ってかあれクジャク、どうなんだろう。リスザル、え、リスザル、どこ、リスザルどこでしょうか。リスザル、あ、あった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 、リスザル。ケツ書いてんのか。めっちゃ威嚇してきたぞ今。触ろうと思ったら触れる距離ですね。逃げてっちゃった。なんか思いっきり歩道に鶏が出てきてるんですけど、うわ、うわ、すげえ。え、何あれ、やっぱりクジャク、真っ白。うわ、なんかすげえな。あんな初めて見た。はい、出たところにもねライオンがいました。こいつもまあまあ可愛くないな。ちょっとせっかくやから可愛くないパンダもう一回撮っとこう。
ここら辺の観光案内、なんか楽しめそうな施設が載ってます。さっきの海中公園も載ってますね。この何、マッケン山公園っていうのかな、これちょっと面白そうやな、行ってみたいけどちょっと時間ない。とりあえず次宇和島城に行きたいと思います。それではまた、次回も見ていただければと思います。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。